10月16日、元、欅ヤキザカ46の平手ゆりなが、音楽特番、雨音フジテレビ系、に出演し、アドと一夜限りのスペシャルコラボを果たした。写真あり、仕事現場で、険しい表情、の平手ゆりなしかし、インターネット上では、コラボの演出に不満の声が上がっている。平手は、2020年に欅ヤキザカ46を脱退後、 2022年12月に韓国の大手芸能事務所 HYBE の日本本社傘下である NAECO に移籍した。だが2024年8月に同社が平手との専属契約終了を発表し9月1日から芸能事務所クラウドナイ9へ移籍。今回の番組は新天地で初めての仕事となった。クラウドナイ9の創立5周年を記念した特別番組で アドさんや大宮洋は日和さん、栗橋みなみさんなど、同社所属のアーティスト9組が出演しました。平手さんは新曲、ブリーディングラブ、を歌唱し、アドさんとの特別パフォーマンスを披露しました。芸能記者、番組終盤、二人はアドの歌でコラボ。冒頭で、アドの檻に平手と二人で入り、平手が曲の途中で檻から出て、 アドの歌唱に合わせてダンスを披露するという内容だった。平手の遺跡後、初めてのテレビパフォーマンスだったが、X ではコラボの内容に不満の声が上がっている。アド平手ゆり奈のショーを見た。いや、平手ゆり奈歌わないのかよ。それならアドだけでよくないか、アドと平手ゆり奈のコラボ、平手ゆり奈必要あったか。平手ゆり奈ならもっといいコラボあると思う。もったいない、平手推しじゃないけど、 アドのサブみたいな扱いになるのは違うしもっと尖ってこそ平手野郎がいいってなった平手大丈夫なん君がやりたかったことなん久々の平手ちゃんだからファンは嬉しいがアドとのプラス効果なかったねコラボ企画に疑問を抱く人が見受けられる背景に関して前出の芸能記者はこう語る平手さんとアドさんのコラボ企画は10月2日に発表されスペシャルコラボ と大々的に宣伝していたため二人揃って歌うことを期待したファンも多かったはずところが蓋を開けてみれば平手さんはダンスパフォーマンスのみまるでアードさんのバックダンサーのような演出にがっかりした人が多くいたようです前出芸能記者新天地で第一歩を踏み出した平手今後の活動が注目されるが不安もささやかれている近年の平手さんは 2022年のドラマ、六本木クラス、テレビ朝日系や、2023年の、うちの弁護士は手がかかる、フジテレビ系などの作品に出演し、女優業に力を入れていました。ただ、平手さんは音楽活動に意欲を見せているようで、当面はソロアーティストとしての仕事が中心になると思われます。欅坂46時代は最年少センターとして高い人気を誇っていましたが、 ソロで出した曲は4曲と、ソロアーティストとしての知名度はまだそれほど高くありません。アドさんをはじめ、高い人気を誇るアーティストと並んで、どれほど爪痕を残せるかが鍵になるでしょう。平手さんはこだわりが強く、自己主張もはっきりするタイプ。バーターのような待遇でも受け入れて、新しい事務所でうまくやっていけるかも懸念されるところです。全出芸能記者、新事務所では、 不協和音を起こさずソロアーティストとして羽ばたけるか。